ニバー。こんにちは、古賀美月です。モンスター T 気づくかな、古賀美月ユニバーに所属させていただくことになりました。ということで太田さん、出ていただいてもよろしいでしょうか。ウェルカムということで、おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっと一ついいですか。はい、あのウィーバーにね、はい、あの入ることになりました、はい、で、いい目が晴れている、はい、なんか社内であったのか、パワハラのがあったのか、はい、あのちょっと心配になるので、なぜ右目晴らしてるのか、と視聴者さんに、ね、説明しておきます。そうですね、ミスタータクのウェーブパンチがじゃなくてですね、はいはい、これは普通に、まああのウィーバー入ったことによって、はい、本当にトレーニング環境が僕の中で激変して、うん、とっても充実したトレーニングが最近送らせていただいているので、まあ、まあ怪我は、ね、つきものですから、まあね、あのほら格闘技も、ね、精通してたし、ムエタイボクシングやられてるじゃないですか。でスキルも高いんで、はっきり言ってあのウィーバーに入ったことにより足田もやっぱりもっともっと伸びてくると思うし、何よりあの坂口拓が一緒に稽古できるっていうパートナーがなかなかいなかったんで、そういう意味でもこのウィーバーに入っていただいたってことがやっぱ心強いです。あ、本当ですか。ああ、そう言っていただけると、ちょっと最初にさ、はい、チャンネルの名前あれなんて、モンスター TV、 モンスター TV、 はい、そうです。小賀チャンネルじゃないんですか。小賀美月の最初にとりあえず入るんですけど、はい、モンスター TV ですね。あ、なるほどね。いろんな業界のモンスターの人たちとお会いして、はいはい、自分もいつかはモンスターになりたいなという思いで、なるほどね、はい、これどのぐらい今休眠してたんだ、このチャンネル自体は。結構そうですね、1年以上は。あ、はい、でウィーバー所属したことにより、そうです、ね、この休眠してた YouTube チャンネルを復活させようってことなんですね、はい、そうです、はい、これはもうありがたいですけど、これ誰が遠い、誰がこう今後こう一緒にパートナーとしてやっていくと。そうなんです。一応実は、はい、あの友達2人いて、ただ彼らは結婚して子供もいるので、スケジュールがなかなか、まあ、ね、お、俺が、まあ、カメラやってみよう。お、え、コガッチがさ、コガー流カッサ術っていう、うん、あの自分で今までさ、さまざまなお題言ってたけどさ、格闘技の、うん、とかね、ムエタイとかすごいで、トレーナーまでやってるんですね。それをさ、生かしたいっていうんだったら、なんか例えば達人とかと戦う時とか、うん、俺カメラとやった方がいいじゃん。いや、それはいいと思う。あの斬新、本当に、うん、もちろん戦う以外のやつはね、うん、他の人でやれるじゃない、はいはい、だけど戦いだったら全然いいし、もうなんだったら第1回は俺がやって、小鉢の一番多分得意なフィールドで俺戦ってあげるよ、うん、一発。すごいやん。やっぱり小鉢流カサズスっていうものをね、うん、知ってもらうから戦わなきゃいけないでしょ。だから一発目俺が小鉢の一番得意な、多分ボクシングが一番得意か、長くやったのがボクシングか、うん、でボクシングルールでいいから、おー、やろう。じゃあちょっとさ、このアングルの中の画角の中に小ガッチ一人がいて、はい、坂口拓との掛け合いみたいから、ちょっとやってみようか。まあ、今はそうだよね、俺ちょっと、いいよ、うん、だからとにかくウェルカムというか、ありがとうございます、頑張っていきましょう。で、うん、じゃあちょっとあのこのパートナー、新パートナー見たいんで、はい、社長 OK 出てるって。もちろんもちろん、じゃあそれはすごい、仕事も喜ぶ。しかも第2回戦うのでさあ、うん、統合にするよ。いやいやいや、うん、無理でしょ、うん、あの人はブランディングうるさいから。うるさい。じゃあちょっと呼んでみるよ、統合。いやいやいや、声だけだけどね、うん、いいよね。小軽加速術怖がってんじゃないの。うん、怖いけど、うん、やるよ。タクちゃんのお願いならやるよ。俺もじゃあボクシングルールでやるけど、うん、得意な、うん、全部アリルールでやる。なんで自分がボクシングルールなの。だって一番得意だから。あ、そうなんすね。そう、確かにそうです。ボクシングの腕前なんだから半端ない。じゃあ僕もボクシング。いやいや、だってせっかくなんだから。せっかくなんだから自分はさ、人の舞台に降りれないじゃん。
いや、俺で、ね、何それ。そのほら、いや、俺だってできるよ。でも、タコ先生よくあれですよ、はい、たまにボクシングスパーやってらっしゃいます、ね、やってます、やってますよ、うん、何でもいいですよ。まあまあ、けど、せっかく俺と被っちゃわないようにキックありとかのがやっぱ面白い。わかりましたね。はい、ムエタイもやってるから。おぉ、うん、怖っ。いやいや、楽しみよく言いますよ、本当に。わかりました、2人とも。ぜひ、じゃあね、はい、じゃあとりあえずこれが最初で、はい、とりあえず一発目俺がゲストで、はい、俺最初、はい、2本目がトコちゃんって、はい、それでちょっとお祝い、ウィーバーの所属お祝いってことでさ、はい、俺たちぜひぜひ、やばい、ちょっとやばい、うん、坂口監督、はいはい、もしくは、まあ、5月にも聞きたいんだけど、うん、2人の出会いっていう、あと付き合い長いじゃないですか。僕と拓ちゃんの馴れ初めですね、はい、旅行支援っていう映画のワイヤー練習で、ユージとやってたんだけど、そしたらユージが連れてきたんだよね、小町をね。で、その下村さんとの出会いもずっと格闘技しかしてなくて、現場1回出た時に、なんかそれまではどっか格闘技できてたらアクションいけるだろうって思ってた自分がいて、でも いざ現場出てみたら、つながりもあるし別なところもあるし、アクションっていうものは一から学ばなきゃダメだと思って教えてくださいって言って、つながったのが下村さんだったんですよ。で、当時なんか新宿のスポーツセンターでみんなでよくトレーニングしてたところに僕が参加させてもらってる中で、ちょっと次坂口拓っていう俳優が地獄甲子園っていう映画撮るんで、そのワイヤー練習するんで一緒に見に行きますかっていうね、当時のね、富山公演、そうですね、行ってやってたっていう声出していいよ。 え何年の時ですかそれ、富山公演とか新宿のスポーツ。2000年ぐらい。めちゃめちゃ僕行ってましたよ。合ってたの、合ってたかも。いなかったですか、横であのなんか飛んだり跳ねたりアクションやってると。いや、いたんすよ、ね、だからここから知り合って、そんな長いんすよね。そうそうそう。で、なんかコガッチと2人で帰った時があったんだよね。いや、もう初日になんか高田の馬場駅まで2人で熱く語りながら、もう初日でそうだったんだよ。そうそう。で、これからコガッチね、アクションやっていきたいんだって話で、うん、あ、でも馬があったんですね、最初から。最初からそうですね。そうそう。だからね、コガッチなんてあれよ、その後ね、うん、エドウィンかなんかのリーバイス、リーバイスリーバイスの CM とかやってさあ、そうなんすか。そうで、全国流れてて、すごいなーって。俺の方タクちゃん全国じゃん。オールアジア、オールアジア、すごい。オールアジアね。リーバイス、そう、はい、めっちゃかっこよかったよ、その CM も。なんか、だから最初はなんかモデルさんっていうイメージがあったけどね、俺は。あ、そうなんだ、うん、役者さんっていうよりもね、うんうんうん、で、結局こう時過ごしていく、 あんまりその時は長くなかったね、うん、そのちょっと話したぐらいで、うん、で次会ったのがあれだったのよ、映画忍び。ああ何違ってるやん。もう覚えてないやん。まあ、まあまあ共演してるんだよ。そうだっけ、忍びの前何、クロマティ高校の方が前じゃない。そうか、そうだ、クロマティ高校で、それこそ山口雄大監督 の、そう、それで作品で、そうで共演してるね、はい、もう出たらいいじゃないですか、画面に。ダメなんですか。まあ、ほら、第1回もあれだから声は出てるから。俺のパーでカメラマンだから。マスタージリーでも、コガッチも今後、はい、自分のチャンネルをこう、ね、うんうん、復活させて、どういう風に進めていきたいのかっていう方針もやっぱり、うん、ほら視聴者さんに。いや、そうですね、やっぱりずっとやりたかったことが、タクちゃんとまたこうやって再会して、結構最近タクちゃんといろいろプライベートの時間も一緒に過ごさせてもらって、あの未来がまた明るく見えてきたというか、実際にずっとやりたかったことにまた一歩進んでいけそうな環境になってるんで、今までボクシング、ムエタイとか空手とかブラジリアン柔術とかやってきたものを、ただなんかちょっとまとまらない話になってます、すみません。僕はもともとは日本でやってたんですけど、その後アメリカに一人で行って、それこそ野宿しながらボクシングジム通ったりとか
してた時期もあったし、でその時にいろんな世界チャンピオンを育てるトレーナーさんを転々と回ったんですよ。でその時に自分が教わってたボクシングって一つだけだと思ってたけど、見れば見るほどいろんな空手とかと一緒で流派があって、国ごとにスタイルも違う、国の中でもジムごとにスタイルが違う、でその中でもトレーナーごとにもう本当にスタイルが違ってて、流派とかみたいに枝分かれしてるような感覚があるので、でその中で僕がいろいろ教えていただいた世界チャンピオンメーカーの人たちのところにもうトレーナーをまず見に僕行くことが多かったん でそこからなんか自分の理想というか、これがすごく自分に合ってるなっていうのをいいとこ取りして詰め込んで、でタイに行ってムエタイやってる中でも、あこれもプラスになるなって自分なりに作ってきたものがあるんですけど、ただこれがボクシングだよって言うと、いやそんなの俺知ってるボクシングじゃねえよとかいろんな声があるので、もうこれはあくまでも僕が理想としてた形に近づくためのものとして、その古賀流喝殺術っていう形にしていこうって決めたので、僕はもう教えるのも大好きなので、教える方としてもやっぱりいろんなチャンピオンの方携わらせていただいてるんで、いろんな格闘家武術家の人に自分が知ってる知識を教えていける環境になれたら、それがいつか日本でもアメリカでもそういう環境が作れたらいいなと思って、たくちゃんと一緒にやっていけたらと思ってます。モンスター TV ということで、これからモンスター TV として再スタート切って、たくちゃんや太田さん、東郷先生までもう本当恐縮なんですが精一杯頑張っていきますんで、応援よろしくお願いします。ということで、じゃあまた、この動画がいいねと思っていいのかな、うん、これ一人 で頑張れってことよ。その傷ですいません、すいません、中国のパンダかと思う本当ですよ片目だけ、ありがとうございます。ということで、このチャンネル良かったと思ったらいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします、ということで、また次回の動画でお会いしましょう。 Thank you for watching and see you next time. Peace out. かっこいい